来た。遅い。やってきた。こうして。スタート。どうだ。お、行ったかな。あ、行ってますね。お待たせしました。よし。てかあまりひどかったらもう配信諦めた方がいいな、こりゃ観光できなくなる。よいしょ。観光地図もらってきたけど、これって PDF でウェブで公開してあったやつと一緒ですね。今から行くのは大丈夫ですかね。今から行くのは平和公園の、あのなんかこういうポーズ撮ってる像のあそこと、あ、これですね。出島はなんかもう形として残っ、あまり残ってないですよね。なんか復旧してるとかいう話でしたっけ。今グラバー亭とか大浦天主島のあたりまでは行ってみるかな。メガネ橋の方はちょっとそれてますね。まあとりあえず長崎駅の方に向かえばいいか。あとあの部屋に今荷物置いてきて、グローブも一緒に置いてきてしまった。どっか100均があったら買う感じで行きたいと思います。わ、自転車軽っ。あのポーズ。もうでも暗くなってきましたね。あと1時間ぐらい、日暮れまで、日没まで。あ、やっぱ手冷たいな。そう、私の本来はこういうかっこいい声なんですよ。かっこいい声なんですよ。ん？すごい坂が？今のところ大した坂ないですね。うん、こっちは1時間ぐらいちゃんと食べてないです。夕ご飯どうしようかなと思ってますけど、まだ、ここのユースは、あの、夕食提供はないので、どこかで食べてきます。で、こう、カトリックセンターっていう名前の通りですね、あの、いや、宿泊申し込み書にの中に、あの一般男性とか一般女性とか子供とかいう中に、信者男性とか信者女性とかいう選択肢がありましたよ。だからあのキリスト教の信者の人だったらもっと安く泊まれるとかあるんですかね。値段見なかったけど。いらっしゃいませ。読み上げやっぱ小さいな。まあいつも通りミックスじゃなくてルックス配信に切り替えました。片焼きそばか。なんか私はこっちの長崎というと豚の角煮のイメージなんですけどね。割引みたいですよ。ん？人が違ってる。まるで人が違ったかのよう。やっぱグローブないとちょっと寒いな。やっぱり埋め立てられてるんですね。で、今、形が戻ってきてるとか来てないとかいう話も。信じる。ちゃんと私はなんか豚の角煮なんですよ。プロテスタント、何と何があるんでしたっけ。ん？旅行は31日までのつもりです。今のところは、今のところは、今のところは。ん？前枠の何？仏教徒ですね。ブディストですね。長崎中心女子校？中心ってあの、忠義の心の中心ですかね。カソリックとプロセスの、じゃあこっちはカソリックの方ですね。カソリックセンター31日の曇りです。雨が降ったらもっと早いかもしれない。寒っ。こっちでいいな。いらっしゃいませ。長崎市街地だったら多分100均もあるだろうから、100円で手袋買えるでしょう。っていうか部屋まで、6階の部屋まで取り戻ればよかったんだけどな。あ、出島の方ですかね。明日雨、嘘だ、そんなことはない。明日雨なんてことあってたまるものか。
キャップドゥ、今の何ですか。まさかほんのちょっとです。あ、止まるってもんですよ、もんですよ。なんだ、本当雨だったらやだな。明日からあの 島本番なのに。中華街あるんでしたっけ。あ、そうそう、しっぽく料理、しっぽく料理の中に豚の角煮入ってますよね。空気冷たいな、本当に。ふとふとですか、雪か。じゃあ大丈夫だ。ん、うお、急に雨が。一応雨具は持ってきてます。今置いてきたけど部屋に。細かいアップダウン多いですね。これで全ての県に自転車、全ての県を自転車で走ったことになるはず、確か。手冷てー。やっぱり持ってくればよかった。めんどくさいから部屋まで取り戻らなかったんですけど、雪ならまだ雨よりはマシかな、少しは。蒸し寿司ですか、蒸し寿司、蒸すんですかね。明日ホームランか。長崎駅の周辺の観光地をちょっとだけ見てこようと思ってます。で、日が暮れたらあそこの夜景の有名なスポットに行って見ようかなと思ってます。飯食ってからですね、それは。どっかで飯食ってから。長崎100均ショップとかないのかな。いや、あるよな。ん、何か再び。これで県制覇したことになります。長崎は本当に全く走ったことなかったはずなんで。ちなみに今2人いる妹の下の方の妹が嫁いできた先はこっちなんですけどね。ん、今日はそう、全ての県制覇でも十何年経ってますけどね。スポーツ自転車初めて買ったのが1999年だったはずだから14年間か。私は自転車旅行の趣味14年間です。14年間自転車旅行が趣味です。あ、しまった。そうや、平和記念公園の方に行くの忘れてた。早速もう落としてしまった。明日の朝行くかな。ん？どんぶり、あ、どんぶりごと。ってことは手に持てないような状態なわけですかね。坂、まあ、この道沿いはそんなに広くないと思います。どこに、長崎駅あたり、出島と大浦天主堂、グラバー亭、でもグラバー亭とかはもう閉まってるかな。17時には。明日はホームラン、観覧車は。いらっしゃいませ。空気冷たい、空気が冷たい。100均ないかな。100均、グローブ100円で、手袋100円で売ってるところ。ジャパネット長崎本店がってことですかね。本社か。あっちの太い道沿いにいたら何かありそうですね。まっすぐ行ってもいいんですけど、ちょっと太い道のに早く出てみよう。5分ほど、あ、その状態ですか。
あれ FMLE の設定200にしてなあ、もしかして250戻ってるか、なんかで落ちて終了してしまったら、ちょっと信号当たったら見てみますね。見るといても忘れてるな。ひどいな。ちょっとお待ちを。いいやつ。なんですかね。ああ、もともとこれ電波はやっぱりあんまり良くないな。平和公園忘れてた。150にしてるから全然問題ないはずなのになって、ビットレート高っ。あれ、じゃあこうか、これでこうかな。これで214だから、いくらなんでも これでいいだろう。届かない。今にサーファーやら嘘。じゃあ通常配信だ。これでん、箱庭データが流れてません。映りたくない。ポタファー再起動します。なんだろうな、もうもう届きにくいって言ったってこんな市街地で。あるからそこのところが便利だな、このバッグは。繋がった。
そう、これで行ったはず、もう行ったはずだと思って先に進みます。本当に今日はトラブル対処してるだけだな。太い道沿い出ましたよ。お、ユニクロある。戻りました。戻ってますよね。でかい、あの鹿児島中央駅みたいな、いやみたいではないけど、単に観覧車があるからそう言ってるだけですけどね。音声、映像言ってないですか、マジで。ポタサイ再起動してもってことは本当に悪いのか、電波が。こんな土市街地で、駅はどこですかね。嘘、そんなアホな。そんなことはないです、それは嘘です。皆さんが私を騙そうとしてます。騙され。映像は、やっぱりですね。あ、いや、ウェブカメラの接続が切れたか。いやいやいや、そんなはずは。あ、来た。なんだ今の。ウェブカメラが繋がってない、認識されてない状態でしたね。で、もう一回選択し直したら、もうわけわかんねえ。大した、まあもうかなり遅いですね。あ、いかにかバス停の前に出てしまって怒られた。怒られた怒られた、今の私は怒られた。歩道から車道に出るところ、ちょうど出たところはバス停だったんですよ。でバス来てたんで。お、一つ目だ。ごめんなさい、反省します。お、長崎県営バス、路面電車って本当に走ってるところだと、えらいたくさん走ってますよね。バスよりも頻度が高いように見える。で、平和記念公園もすっかり忘れて通過してきてしまって、何を見ればいいんだっけ。今のところがココウォークっていうところで、そこから先ずっと行ったら長崎行く前に殉教地ってのがあるな。日本26聖人殉教地、つまり26人の人が亡くなったとこってことかな。
路地悪いな、こっちの方は。あ、今止まってたのか、ずっと。コメントすら来てなかったってことは電波完全に切れてたのか。こんなど真ん中で何がどうなってる。怒られた、がられた。あ、がられたは確かに言うかな。がなられるに近い感じですよね。がなる。戻ったら今戻ってませんか。読み上げが復活したってことは更新しないって意味なくないですか。止まってる映画出てるか出てないかだけでしょ。あ、これ追い風だ。帰りは寒いな、こりゃ。今まだ止まってますかね。ウェブカメラか、どこだろう。ん、どこだ。日が暮れる。雨山か。夜景が綺麗だな。ああ、動きは重たい。あ、自転車の鍵持ってくるの忘れて、そういや。もうネロさんやってるな。残り時間は始めましたね。グラバー邸のハートの石畳。
リモコン消えたのさっきあれか、ヘタファイ再起動した時か。もうなんかダメですね。なんで勝手に止まるんだこれ。わかんねえ。長崎駅、もうなんか、もうなんか、今ここ再起動はしときます。もうなんか夕ご飯食べたくなってきたな。これでもう数分経ったら幕終わってしまうな。でもう長崎駅のすぐ近くのはず。あとは、あ、メガネ橋の方にもなんか、そうそう、観光パンフにハート型の石の写真が載ってたっていうか、あれ加工してあるでしょ、ハート型に。ん？止まった。長崎、電波が悪いのか、環境の問題なのか、配信環境の。これが長崎駅か。長崎駅は来たのかもしれないけど全く覚えてない。でも昔来たんだとしたら列車でしか来て列車で来てるはずだから、昔長崎駅見たんだろうな。でももう何十年前だ。何を食べて、なんか名物はありますかね。アミューデ飯かロドリデ飯か。そうそう、17時過ぎまで日暮れは17時台です。ただ道路狭い、こっち電波が。そうですかね、こんな大都会で。中心地もいいとこですよね、ここは。宿はさっき荷物置いてきました。ここから 2,3 キロ来たかな、もうちょい離れたかな。来た道を戻ります。この後夕ご飯食べたいけど、よく考えたら私、あの自転車の鍵忘れてきました。あと横断歩道がないよ。路面電車が音量っていうのはどれの話でしたっけ。音質じゃなくて横断歩道少ないですね、ここ。そうそう、文明堂が今ありました。カステラ、すべてに、カステラがすべてに優先する。カステラ1番、電話は2番ですから。あ、さっきの本店じゃないですか、文明堂。人命よりもカステラと電話が優先される。ちょうど、うん、あそこ登るのいくらぐらいかかるんですかね。本店、で渡ってしまったけど、これどこ行くつもりだったんだっけ。この辺り、さっきの26聖人殉教師ってのがあって、それはスルーしてきましたけど、あと何があるんだっけ。九州弁、終わったか。次は取ろう。よし。タブレットの方が、ネットワーク競合エラー。タブレットがオーディオデバイスの問題さえ起きなければな。いい色の。作業。確認。
あそこから通常枠で行こう。出島かな、とりあえず。グラバー園の方は結構離れてるんですかね、これは。距離が分からん。関東、こっちももうすぐ暗くなります。こっちの日没は17時21分、あと30分ですね。グラバー園と宿はもう決まってて、裏上天守堂の近くです。どうするかな。グラバーと大浦天守堂はそれぞれ有料なんでしたよね、確か。外からも見えないのかな、これって。出島の方ちらっと見てくるぐらいかな。そこじゃこの後この辺りでどっかで食べようと思ってます。ただ自転車の鍵忘れてきちゃったんで、ちゃんぽんはなんかこっちでちゃんぽんの美味しいところって聞いたら、リンガハットに案内されるとか聞いた覚えが。で、今なんて、平洋軌道。出島はこっちかな。真面目に難しい。あ、100円ショップ鍵もありますね。手袋も欲しいから100均があれば入りたいんですけどね。ここしかし本当まっすぐ、今曲がっちゃってますかね。信号渡ったけど結局道沿いに走ってます。しかしここ車道があまり自転車で走りづらい。そこそこ広いのに車が多いからな。ダイソーどうでしょうね。ちょっと走ってる道が悪いのかもしれないけど、そう、こっちはあと30分、日暮れまであと30分。今なんて、これ沿いですよね。いらっしゃいませ。あ、違うか、こっちの道じゃなくて向こうの方の道か。こっちじゃないですね。ダイソー見当たらないです、この近くには。これ内陸に来る方か。全然調べずに来てるから。今行こうとしてるこっちの方は、そうか、路面電車って分かれてるのか、さっきのとこで。郵便局があって、あ、でもメガネ橋ありますね、こっち行ったら。メガネ橋ぐらい見てくるか。で、今ちょっとまた聞こえませんでした、すみません。メガネ橋こっちですよね。こっちですよねって、どっち向いてるか皆さんには分からんか。はい、こんにちは。今日は配信トラブルがやたら多いです。タブレット配信もオーディオデバイスの問題さえなければ問題かなりいいんですけどね。配信画面が出てくるのに1分2分かかってイライラすることもないし。遠足で長崎は学校では来てないですね。予定っていうと31日までっていう話でいいんですかね。タブレットは捨てないですね。あれ、旅行情報の収集には今使ってる、端に使ってるルックスより画面がでかくて操作しやすいからいいんですよ。キーボードとかマウス別につけりゃですけどね。
タブレット単体だと Windows 8は、 Windows 8.1 はまだまだですね、操作性はとてつもなく操作しづらい、タブレットとしては。これは何館、こっち来てまだ何も観光地らしいとこ行ってないです。メガネ橋こっちで合ってるのかな、ちょっと待ってください。 iPhone で今ちょっと充電中で、キーボード付きのは見たことないですね。あるんでしたっけ、純正では確かないですよね。よっと、原爆資料館ってあるんでしたっけ、こっち何らかのものあるんでしょうけど、そういうのってあったっけ。あります。まずメガネ橋、あるんですね。とっとっと現在地出して、このなんかトンネルみたいになってるとこ何なんですかね。路面電車専用、34年前、逆方向。ただ資料館とかだとちょっと配信しながら入れないんで、ちなみにこっちのですかね。ありがとうございます。記念日大使説、これどうなってるんですかね。おっとっとっと、こっちだ。ドキドキ。私はあの裸足の弦の漫画で気分悪くなったことありますね。裸足の弦、小学生の頃読んだんだっけな、漫画を。渋滞してますね。てか車多い本当に。さあ、ゴルマリン向けの赤ちゃん。そう、ギギギが、ね、ネタとして使われてますけど、あれ当時リアルタイムかどうかわかんないけど、小学生があれ読むとですね、本当にトラウマになりますよ。あれは私はかなりトラウマになりましたね。いらっしゃいませ。あ、通常枠でやってます。タイミング悪くて、あと FM リーはやっぱり止まっちゃうんで、あのサーバーに繋がらなくなる問題がミックス配信でも起きるなんて。市役所、あれはそうなんですかね。あれなんか五芒星のマークが書いてあるけど、あの五芒星の旗が歩いますけど、あそこで。ちょっとあの今周りのエンジン音でほとんど読み上げ聞こえないです。メガネ橋はどこだ、どっち行けばいいんだ。5時になった。ちょっとお待ちを。なんかの観光地とかの案内があんまり書いてないんですよね、街の中に。ん？五島、あ、ないかも。それも調べてないです。単に私が行きたいから行くんで。メガネ橋。今これどっち向いてんだ、今の交差点、市役所前っていう交差点ですね。どっち向いてんだか分からん。左手のこれが小学校、これが小学校か、小学校っぽいですね。デューマの右後方の方だ。
流されたか。あっちの方だ。そう、ハートの石が、ん？岩橋。そこの坂下ってるの大丈夫かな。ん？仮面は誰の？ん？何が田舎？長崎地区老会館。地区老会館か。ダメなの、こういう芝居だと読み上げ聞こえないですね。そこの坂えらい下りみたいです。ここから、ここから今バスの屋根が見えてるんだけど、下通るバスの。ん？あそこっていうのはどこの？すみません、行ってらっしゃいませ。初めてですね。今日はなんか、おお、総合商社。また降りた方がいいんですかね、これは。てか、なんか今無駄に登ってきたな、じゃあ。迂回すれば、平坦で行けたのかもしれない。亀山と坂本龍馬っていうのが聞こえた。ん？今までに比べて自転車乗りが何ですかね。一応この辺り、長崎市街地辺りは自転車走りづらいですね。車多いし狭いし、これ歩道に階段、歩道に階段があるんですけど、ここの坂道。岡本さんかよ。坂はどっちにしろあるんですかね。出島の、そうです、出島の横かすめて今眼鏡橋の方に来ました。眼鏡橋を見ようと思って。お、今の人何やったんだあれ。今の人なんか飴玉みたいなものを、なんだろう、あの速攻のあの金網じゃないけど、あ、けどなんか飴玉を吐いてその金網の下に落とそうとして、金網のところで跳ね返って、あの弾けてました。飴玉が緑色の飴でした。あれ雨だよな、他にあんな色したあんな硬さのものってないよな。で、皆さんには多分映像としても見えてないだろうから、細々説明しても意味ないな。ダメだったのかもしれない。あの色からして青リンゴ系だと思うんですけどね、フレーバーは。ん、サビ、あ、始まって、あの信号機、あの右折左折のマークが緑色じゃなくてオレンジ色ですね。あと向こうの信号機、あれ赤いのが丸じゃなくてバツの、バツに赤く光ってる、バツの形で。あれはあれか、あれもしかして路面電車用の信号機か。晩御飯中華街、中華街ってどこにあるんでしたっけ。路面電車ですかね。なるほど。もう諏訪神社、メガネ橋こっちかな。メガネ橋どこ、メガネ橋。別にそんなに本当は見たいわけじゃないんだけど、なんかメガネ橋とか押さえないと観光した気分にならないんで。メガネ橋どっちだ。左？川沿いに、ああ、左の方では川沿いに出ればいいんですね。了解しました。そう、メガネ橋はなんで有名なんですかね。私は覚えてなかったです。長崎の観光地として。私、長崎の観光地はあの平和公園のあのポーズ取った像、ポーズ取ったって言い方も失礼かもしれないけど、これじゃないですよね。
メガネ屋さんで。ちょっとここもなかなかですね。おー、鯉がいる。メガネ萌え、まあメガネ女性もいいものですよね。だんだん口が寒さで喋りづらくなってきた。これじゃないですね、メガネ橋は。まあこれもなかなかだと思って右へ。あ、三つ橋なんだ。二つじゃないのか。新地町、まあちょっと後で見てみます。そうか、中華街か。でもあんまり繁華街だと鍵なし自転車置いとくの結構怖いな。群馬の方にあるのは薄い峠のところですね。数ヶ月前に行ってきました。あそこは高さがちょっと諫早、諫早は長崎県でしたっけ。諫早湾ってどこだっけ。ん、あ、中華街この先に。あ、じゃあ夢しくって来れるかな。SD カード言うな。ここ2つですね。でも場所的にまだかな。あ、メガネ橋、これもなかなか。バイクの、え、これですか。三つ橋で言ってませんでしたっけ。さっきの一つの方が、あ、もう少しですよね。これじゃないんじゃないですか。だってほら人の集まり方がまだ少ないし。これでいいのか。でも確かにメガネっていうと二つのイメージありますけどね。いっぱいあるんですね、ここで。また一つのやつが、もう一つ先は一つですよ。一つアーチですけど。お、シーボルトの桜。中島川石橋郡ストーンブリッジーズアロング中島リバー。メガネ橋はって現在地がどこか書いてない。これじゃないですか、メガネ橋。もう一つ先とか言ったのは誰ですか。二つアーチになってるのがここだけなんですね、多分。いや、でもないぞ、もう一個あるぞ。もう一個時和橋ってのもある。いや、現在地ありました、ありました。これが嘘じゃなければ。で、これがメガネ橋ですね。がっかり。いや、いや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 、あのあれですよ、なんだっけ、ハリマヤ橋。あ、流れ、あ、そうなんですか。流れましたっていうのはそういう意味だったのか。そうですね、なんかそんな派手でもないけどいい感じですね。ていうか、この川って川？お堀？中島川って書いてあったことは多分川ですよね。あ、そうそう、ハートのやつどこにある？ハートの岩って。一応おりますか。針山じゃなくて針前橋、降りてみましょうかね。右の人いらっしゃいませ。右の人の人いらっしゃいませ。あ、何やってるあれ。今女性2人がですね、頭の上で輪っか作って並んでましたよ。またやってる。ハートはどこなんですかね。ちょっと階段急すぎる。私こういうの苦手なんですよ、下りは。上りはいいけど。私観光案内にはグラバー円って書いてありますね。私グラバー定っていう文字列で覚えてたんですけど。ハートどこ。ハートないですね。おーおーおお、足は悪い。落ちない。川に。SD カードまた言うか。まだ言うか。ん？公園として？移築。いやいや、ネタは特にいらないですから。ハート型あるとしたら、なんかあっちの平たくなってるあっちの方じゃないのかな。あと、ハート型あるんだったらそこに人が集まってるはず。
写真で見ると思いっきり加工してあるように見えましたけどね、ハート型に。水着、水着ない。じゃあ護岸の多分あのそこら辺りですよね。止まるとそんな簡単に落ちないだろう。人間そうそう簡単に川の中落ちないから。明日は福江島の、そうですね、明日8時の船で、あ、あった、あれだ、じゃあそこ渡んなきゃいかんのか。スティカード、自転車離れすぎてるな、ちょっと怖いな。水、そうですね、意外と街の中に来ちゃう。よっと取りましょうか。いや大丈夫です。よっとおあそこ、あそこにある対岸なんですよ。この本当なんか落としそうだな。よっとよっと、あ、割と幅狭いな、簡単に行ける。よっとっと、自転車、あ、すいません。よっと、あれどこだったっけ、あれどこ行ったっけ、さっきこの辺にあったんじゃなかったっけ、あれあっちか。男らしく、あれどこ行った、あ、そっか写真撮ってるあれか、ちょっとお待ちください。あと私はどうもなんか周りの人に見られてる気がしてならん。まあまあ気のせいですよね。こちらのあれどこ行ったっけ、あ、あった、加工してあるだろこれ絶対、こんなもん自然にあるわけない。というわけでこれです。綺麗にこれ加工してありますよね。はめ込み直したのかな、よっと、なんか見られてる気がするな。ちょっとわざとらしくないですかあれ。気のせいですよ、気のせい。なんか女性がこっち見て笑ってるような気がしてならん。あそこのカーブは意外と怖いな。よっと、思春期か、なんか恋が。よっと、この距離で入りますか。どっとふうふ、頭に GoPro、 ふうふ、 UFO の蓋を、 UFO の蓋捨ててってやつは死んだらいい、いや死ななくていい。調されてるかな。この距離で入りますか。いや何の話だったんですかね。顔が見えるかどうかって意味か。というわけで、あの若い女性がいっぱい集まってきた。触ってる触ってる。ハート型の衣装今なんかさすってましたよ。なんかあやかってるのかあれ。あやかるのか。うん。水面に映る、これがメガネ橋なんですけど、あやかるあやかる。どうご利益あるんですかね。やっぱ私はあやからなかったですね。私はあの髪などにしない人間なんで、あの母ってあの高校受験の時に、大学の時だっけ、母がなんかあのカチカチ鳴らすもので、あのでその試験受けに行く私に対してカチカチ鳴らすやつで、そのお祈り的なことをやろうとしたんで、あのそれはやめといてくれとか、かあのかこつけていたことが、神頼みしないからって言って。あとあの近くの太宰府天満宮 の、 あの菅原さんにもあの合格のお祈りしませんでしたから私は。ん、火打ち石、火打ち石は何の。こちらはもうすぐ日暮れ、あと5分です。あ、カチカチのやつのことか、火打ち石。そうそう。
なんかあれ、その縁起担ぐとか神頼みってイメージがあって嫌だなと思っていや、罰当たりはあれでしょ、あのそのご利益を期待してる上でなんか失礼なことやったら罰当たりなんであって、最初から無関係であればいい、あ、こっちの足の方がいいな、あれか、ここなんか手すりがまばらでいいですね。しかもあのツタも生えててこっちの方が雰囲気いいな。女神橋の隣の方が私好きです。太宰府天満宮、車を通るな、これ。へえ。てか長崎こんなんだっけな、覚えてないな。今日が暮れたぐらいです、ちょうど。工事入る？工事、小道ってことですか？メガネ来て、全くみんな観光地に踊らされやがって。うわ、なんかさっきのあのハート型のところかな、人がもっと集まってきてる。あれ違うかな、もうちょっと奥だっけ、ハート型のところは。写真撮って、ふう、なんか観光してる気分になってきた、だいぶ。ずっと川沿いにこれ道が整備されてるんですね。こっちは整備されてるっていうか渡れるだけだけど、長崎の湯船に、あ、でもここから水に、あの川に映ってますよね。そっか、ここ車来るんだ。意外と狭い。うん、今車の中、あの車ですね、あの白人のおじいさんと青年と、もう一人誰かお父さんかながいて、でその青年から下り顔でなくうなずかれた。やっぱりあれかな、あの GoPro 外人の方が親しんでるから。外人っていう言い方もあれだけど、お前も GoPro かっていう感じでなんかうなずかれた。で、中華街こっちの方なんでしたっけ、確か。もうメガネ見ただけでいいかな、長崎市街地は。長崎市街地は、観光地はこれで抑えたことになりませんか。ハート型にしてみました、今。車内で。そうそう、10年後には。いや、10年も経たなくて大丈夫ですよ。もう来年にでも。外人。アメリカ勢。GoPro、自転車のレースとかだと本当につけてる人多いらしいですからね。で、軍艦島はどっちの方なんでしたっけっていう話を、ま、さっきもしたっけ。ちゃんぽん。ちゃんぽんなんてリンガーハットですよ。中華街っていうのはどのあたりに、あ、そうか。あ、さっきもらった地図に載ってるか。出島、海の方にいたとこですよね。ちょっと待ってください。あの中華街との位置関係を確認してから。乗ってるかな、これ。メガネ橋があって、ん？出島のようでし、ん？出島、いや、観光地としては乗ってないです。あ、あと1分、了解です。また別枠取ります。川沿いに海まで行きゃいいのかな。で、中華街っていうのはどこにも見つからないんですけど、どこなんですか、中華街って。ホテル、何とワシントンホテル、ワシントンホテルどこだ。そのワシントンホテルも分かんないんですよ。どこだ。分からんな、横浜の知ってます。私も何とか行きました。あの住んでる地元ですから。あ、神戸にも、あ、あった、長崎新地中華街、これか。お泊まりはですね、お泊まりは長崎カソリックセンターユースホステルだったかなんか、そんな名前とかです。出島の近くですね。まあとりあえず川沿いに下るか、あと枠を取っていくか。お疲れ様です。中華街で夕飯食うかな。自転車のことだけがちょっと心配、鍵持ってきてないから。
とはくっとり。手冷たなんか魚焼くような匂いがする。うわ、いらっしゃい。とっとと枠をスタートして、まだ少しでも明るいうちに出島方面へ。よっとっと、うん、今日が暮れたとこなんで、これから暗くなります。急に。じゃあ次出島。うん、いらっしゃいませ。こっち側からが行ったらいいかな。うん、出島行ってそこの近くの中華街で夕飯食おうかなと。着いた。めちゃくちゃ、まあでももう薄暗くなり始めてます。それとミニ出島って何ですかね。そうそう、中華街。ここ渡れるのか。渡れるっぽいな。長崎。経度が違いますかね。経度が。にぎわい橋、あ、なんかそんなのありましたっけ。電車に注意、本当だな、これ。あ、これ渡れる橋じゃないんだ。で、この踏切もなんもないんですよね。ん、長崎がなんて。いらっしゃいませ。お、路面電車専用橋ですね、これ。橋っていうか下が見えてる。スカスカ。あ、来た来た。あ、一応なんか鳴るんですね。いらっしゃいませ。あんまり警報っぽくない音がしますね。プープープーって言ってる。模型っていうのは出島にあるわけではないんですかね。わあ、今の太もももあらわな女性がえらい寒そうに見えた。ん、何覚えてる。自転車、そうなんですか。ん、その他走り出島。なんかあそこむちゃくちゃ明るいけど、何ですかね。なんか縁日みたいに見えるところがある。あと橋がライトアップ、ライトアップというか、あの橋にあれなんだろう、イルミネーションというか。いらっしゃいませ。カオスの橋だけ満喫というか、あの辺り交通事情悪すぎ。あ、出島にミニ出島の模型が、ていうか出島自体が今元の形ではないんですよね。その埋め立てに埋め替え持ち、どうだろう。こっちは梅ヶ谷餅あるんですかね。で、右がなんて、この川沿いに行ったら出島のところに出るはず。あ、すいません。あ、本当に屋台だった。戻る、削ってるんですか。もう一部なるほど。で、
国際経由応用大学に住んでる。おー、見たいけど。お飾り売ってんのか。なるほど。やっぱりすごい明るいですね。締め縄と、あとこれなんだろう、ハート型今見てきました。締め縄ともう一個のあの、なんだろう、扇みたいなやつは何なんですかね。名前は特に書いてないな。さあ、よっと。ん？ナイト使いが時々いる。暗くなってきた。明るいのがあるとよくわかる。GPS も明かりつけないと。絡まれた。出島、まあ行きますかね、出島の方まで。あと店の人がまたこっち見て笑ってた。絶対こっち見て笑ってた。見ていかんのかっていう感じで笑ってた。一口餃子、一口餃子は長崎あるんですか。 あともう明かりライトもつけた方がいいな。いや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 、あの寄っていけよみたいな感じで笑ってるように見えました。店の人がカメラつけてる兄ちゃんって感じでした。今自分のこと自分で兄ちゃんって言ってしまった。いつもそう言われますからね。笑うから。何が独特？そのカメラ学生さんですから。この間言われたのはどこでだったっけな。ん？あ、何ですかって。ん？歩道なんかそんな感じですね。で指さして笑われる。コメントが、ん？あ、や、長崎の坂はまだそれらしいところを走ってないです。あ、出島はこっちの方じゃないですかね。渡ったら左、川の反対側ですか。ちょっと地図も見ながら行きます。全然出島っぽい感じがしないな、この辺り。全然海の近くに見えない。中華街この辺りですよね。これタブレットじゃないんですよ。タブレットがなんかオーディオデバイスがうまく動かなくて、キャンセル。県庁の出島の駅はこの先ですよね。この路面電車沿いに行って大浦海岸通り出りゃその辺りが出島なのか。でもいるいる。オーディオデバイスは別のオーディオデバイス使えばなんとかできないかなと思ってるんですけどね。あるいは Bluetooth のヘッドセットかなんか使うか。斜面の全部茶畑、そうですよね。隙間があれば茶畑しますよね、静岡県は。お時間でいらっしゃいませ。ちょっと今日配信の調子よろしくないんですけど。鳩が乗ってる。鳩面白コメ、私がですか、それともリスナーさんがですか。鳩頭、鳩が本体。ん？何が思われ、ファミマ、あ、ありますね。あそこから右？とりあえずコメントに従って曲がってみますね。左の小道どっちだ？タウンショップババ。タウンショップもわかんないし、ババもわからない。車多いですね。
ファミマがそこにあるんで、これ渡れってことですかね。出島右、了解です。あれ今信号機なかったのか、これ。あ、信号ないのか。ここもこれで信号ないのか、信じられん。長崎ってこんなんなんだっけ。この状態で横断歩道に信号機がないんですよ。信じられん。じゃあもう渡るよ、好き勝手に。長崎の道、思ったほどというか、すごいですね、長崎。ん？ローマに通じない。神聖な驚きはありますね。右側に向かって行ってます。なんかあそこライトアップされた橋があって、ここはヨーロッパ並みに、あー、ん？出島この辺りってこと？とりあえず教会っぽいものがある。あの札幌の時計台よりもそれっぽい感じの。ついて札幌をディスる。箱庭？え、これが出島って、これのどこが今もしかしてこのカーブになってる、ここのところ。あ、なんか道がカーブしてますけど、これこの街の中に完全に埋まってる、ここですか。ポルトガル。そういえばこの辺りは昔はあの外国人は全てみんなオランダさんって言ってたらしいですね。オランダ坂の由来は、これがじゃあ出島のその海ペリだったところってことですか。うわぁ、がっかりというかある意味すごいですね。このカーブがその出島の海ペリだったところなんですね。じゃあ、これミニ出島ってことはこれじゃない。坂本龍馬さん見てない。ていうか坂本龍馬って長崎でどういう活躍をしたんでしたっけ。反対側にミニ出島って出島は違うんですかね。それともこの出島の中にミニ出島がモデル、そのものなんか模型みたいなのがあるのかな。本当の出島こんななんだ。全く知らなかった。埋まってますね。あ、そう、作った会社がさっきがコメントにあったやつか。これが出島。なかなかびっくりしました。あ、まあ中には多分てか入るつもりはないんですけどね。あ、模型の、なるほど。マイクロ出島も向こう側らしいです。出島の周囲、おお、なるほど、なんかそれっぽいですね。長崎であの日替わりランチのチキン丼食べました。この後中華街に行って食べようと思ってるんですけどね。私も見たことないですよね。皿うどん、うん、ライトアップされてますね。あ、間違える、福山雅治と。私、福山雅治って何の人か知らないんですよ。歌手ですか？タレントですか？ここですね、本当に。止まった？そうなんだ。ちょっとまた止まった理由は何だ。手が冷たい。配信開始ボタンがまた押せる状態になってる。上がってくるかな、上がってくるかな。上がんないな。ダメですね。てかまた配信開始ボタン押せる状態戻った。どうなってる。
あ、手詰めて。あ、上がってきた。下がった。下がった。下がった。上がった。下がった。あ、来た来た来た。これでなんとか。よくわからないですね。勝手に配信が止まる。で、配信開始ボタンが有効の状態に戻ってしまう。さて、じゃあ出島ぐるっと回ってからさっきの中華街の方に行きますかね。どうしたのっていうのはどうかしましたか。これこの上走らない方がいいのかな。なぜ青くライトアップする。模型は見えてないです。うおー、人いっぱい。路面電車ってこんな人乗るのか。ん、何になってます。牢屋。長崎寒い。こうぐるっと回っていきゃ見えるんじゃないですかね。寒い寒い。なんかいる。寒いですね。コミケ。コミケってやっぱり吹きさらしの中で並んだりするのかな。ああ、こっちは分かりやすい。見えますか。これが出島のこの内側、扇の型の内側のとこっていうことですよね。いや、でも寒い。明日暖かいんじゃなかったっけ。この右側の部分ですね、多分。で、どっかにこの右側のところにどっかに模型があるんですね。あ、じゃあライトアップされたあの橋が出島と陸地をつないでたところってことかな。あれって橋なんだったっけ。あ、橋は今当時のものはやっぱりないんだ。宿配信多分やると思います。今日泊まり客16人部屋に私1人みたいなんで。路面電車、まあ今日平日だからだろうけど、あんなに人乗ってるんですね。バス、満員バス並みですよ、路面電車。でもバスと違って路面電車はひどい揺れがないのがいいですよね。ちょっとコメント今聞こえなくてすみません。路面電車だとバスと違って急、カーブでものすごい加速かかったりしませんからね。特別に一人みたいです。ん、両方株買って沈んでください。株を買えということですか。すぐに。おー、なんかすぐそこにドームみたいなものが見えるんですけど。あ、長崎ちゃんぽん、リンガハットある。寒い寒い。そうそう、ロープウェイ登ろうと思ってるんですけどね。高いですか。カピタン、この出島の絵はあれか、復元整備事業でこうなるってことか。なるほど。そう、出島に渡る橋のところも新しく作るわけですね。じゃあ自転車で。そうなんですか。なんか結構標高ありそうに見えますよ。200メートルぐらい見たところ。200〜300メートルあるかな。じゃあこっちが通ってさっきの中華街に戻って有名し、建物がどこか、この辺りに渡る橋を作るってことですかね。ん、何が対決した。この後中夕飯食って体温めてもまたニュースに戻るときに手が凍えるな。100均は何か。100均は
うん、店はツイッターアップでやります。ちゃんぽんとか皿うどんとかこだわらずにもう適当なところで食ってしまうような気がするんですが、あ、こっちから見えないんですね。了解です。中華合成かな。この橋は何でやり倒されてるのかな。高いところ、ああ。浜勝って何だっけ。海に豪華な海鮮丼ん。百均はまあ検索すればすぐ出るでしょうから。あ、そうだ、この間百均マップっていう名前の iPhone アプリを入れたんだったな、そういえば。この辺りって載ってるのかな、現在地。あるある。出てくる出てくる。Meets Can Do。あ、本店。すぐそこに、あれ？どっちだっけ？そうそう、近くになんかあのリンガーハットのえらく高いところまで伸びてる看板があって、あれですかね？リンガーハット、私サラードのリンガーハット、違う、リンガーハットのサラードに一時期ハマってましたけど。で、毎日のように食ってたら、逆に食べられなくなってしまって。セリアはないですね。キャンドゥとダイソーと、あとミーツっていうのがありますね。ミーツ。キャンドゥが一番多いのかな。あ、そうそう、リンガーハット夜料金高いですよね。活石ってどこだろう。皿うどん、私はあの練り、あのからし、からしあ、酢もちょっとかけるとうまいですよね。あ、王将がある王将あるな。でもあの王将で私昨日食ったんだよな。あのタイプの王将、どっちだっけ、京都王将か。うん、長崎は17時20分が日暮れでした。で、今なんて、はあ、逆にそうそう、好き、あんまり好きだからって食いすぎると苦手になりますよね、逆に。あ、まだ止まってます。どれどれ。でも音来てるんだったら多分電波とか規制とかでしょうね。まあ規制も含めて電波かな。あ、いや、これはウェブカメラが一瞬切れたんじゃないか。あれ？座席。そうか、これをこうして、こうした後に、いや、タブレットの方はちょっと不調で、今は使ってないです。ああ、ちょっと信号渡ろう。あれ、中華街どこだったっけ。新地中華街。ああ、飲めライブが死んだ。強制終了で、この終了するのも時間かかるんですよね。このところが遅いマシン環境だとストレスが溜まるところ。まあでもどっちにしろこの枠までかな。
あ、ロジクールがない。あ、切れてる。物理的に切れてる。あれ？まだ見えてない。なんで？なんで？なぜこうなっている？ウェブカメラが認識されない。ウェブカメラがなぜか認識できない。ダメだなこりゃ。じゃあですね、これで終わり。あの中華街で夕飯食ってから、その後あの山の方に登るのちょっとあの値段とか調べて登ることにしたら、そこも配信します。というわけでこの枠はもうここで止めてしまいます。で夕飯探して食ってきます。夕飯はツイッターにあげます。というわけでいろいろトラブル続きでした。お疲れ様でした。それではお疲れ様でした。ですね、よしよし、こうしてで GoPro の方もちょっとこれからダラダラ探すだけだし、今日はもう GoPro の映像を見るに耐えないな。じゃあお疲れ様です。